はようございますと言ってももうね、11時23分ぐらいだったかな。で、まあ、気温はね、いい感じのね、暖かさです、はい、天気も良くて、さっきちょっと一瞬ね風強かったんですけど今はまた落ち着いてますね。今向こうドローンとか飛んでたんだけど、今ね、デルタさんもね今ちょっと飛ばしたりしてます。はい、それでね、今回ね、登録者2000人企画、ありがとうございます。やっとね2000人達成しました。まあ、目標はねもう、まあ、10万人いけば一応その企画がまだ生きてるんでね、それまでどうだろう、いけばいいけどね、広告法とかがねなんか厄介になってるんでね、はい、で、どうするかっていうか、まあ、そっちはまあなんとかなるでしょう。はい、じゃあ、プレゼント企画の、説明に入りたいと思います。はい、こんな風立ちでちょっと今ね風が出かけてね飛んじゃったんですけどね。でまあいろいろ用意しています。どれからいこうか。一応これ、K110S、新品です。で一応調整はしてるんですけどね、ちょっともう一回サーボのニュートラル出しからまたちょっと調整し直したいなと思ってるんで、まあそのね、当選された方にはねそのトリムのね、要は、なんだサブトリム、うん、それのね数値だけ、教えたいと思います。はい、でまあいいか、まあ一回飛ばして調整は終わってるんですけどね。はい、でそれにはね一応、1本バッテリー1本じゃね寂しいんでね、こちら、新しい電池、これなんぼだ 520mAh のね、バッテリーを1個お付けします。でまあ付属品、充電器、はい、と、メインローターとテールローターと、メインギアとドライバーですね、あと六角レンチがワンセットになっています。はい、一応これを、どうしようかな、まあ、1番ですね、1番に、設定します。じゃあ2番はねこちら、結構これ、まあ、初心者の方、これからねラジコンを始めたい方にね当ててほしいんですけどね、これはね4チャンのね、ワンキーでねもう離着陸できる、初めてでも飛ばせるという、まあ、オートホバリング、まあ自立ホバーはしないと思うんですけどね、やっぱり風があると流されていくんですけどね、15分飛ぶっていうね4ちゃんの分です。 G-Force、 はい、値段をね調べてもらったらわかると思うんですけどね、はい、14歳以上の方に、当ててもらいたいですね。まあ一応ねうちの、動画はなんか子供向けにはしてないんで、データを見るとね20ぐらい以下の人は1人もない見れない状態になってるみたいなんでね、はい、これはねもう本当K100 みたいな感じだけど、これこれはピッチ調整できるんかな、いやあとサブトリムしかないんでねあれなんですけどね、確か今どこだっけ、フランスかな、フランス語の方からね127の質問が入っててね、まあスロットル上げると機体が、4分の1ぐらいにね、左向くって言うんですけど、多分、テールは左んじゃないよね、多分機種は左かな、まあそんな感じで質問あったんでね、一応スピンドルと、マストの交換をおすすめしました。多分ね調整が効かないんでピッチ調整がねできないみたいなんでね、こちらになります。ここね、テイクオフランディング、こちらはモードですね。どうもねこれ基本がモード1らしいんで、
モード2にするときはボタンを押しながら電源をね入れるとねモード2になるみたいです。なのでねスティックはねこれ全部あのドローン仕様みたいにね、バネが全部ついてますんでねセンターになるようにもう最初からこれです。で、はい、これ擬的、付きですんでね堂々と飛ばしてください。はい、で一応ねこの下にね、この、白いケースの下に裏側にねあの日本語説明書がね入ってますんでね、大丈夫です。で、まあ、一応離陸するときは確かのハの字ねこうハの字斜め下下ってねするとあのモーターがね回転しだすんでね、まあ、気をつけて、飛ばしてください。一応あのこれブラシモーターなんですけどね、なのであの K100 と同じぐらいかなと自分思ってるんですけど要は K100 の、可変ピッチじゃあ可変ピッチだけど可変ピッチじゃないんだよな、うんまあ、そんな感じです。はい、でこれバッテリー1本と、ドライバーですね。ドライバー六角レンチとここに中にねちょっと見にくいリンケージ2本とテールローターとメインローターもう一式ですね。もう一転びセットみたいな感じかな。でこちら、充電器になります。ねバッテリーにね直接ねこれ特殊っていうかねもう バランスコードみたいな感じになってるけどここにどこだあえこれだっけこれ充電どうだったっけな。いやあれだよねここか。一回飛ばしてるのにどこだろう。あここだ。はいここ見つけました。ここにね、充電ジャックがあるんでねこれに挿して、充電します。でねやっぱり1本じゃねあの飽きちゃうんでねはい、予備バッテリー1本、つけます。だいたい1000円ぐらいします。はい300ミリですね。これを一つ、お付けします。一応この中に入れるとあの、上のね透明蓋あこの中に入れないか上に入れりゃねここに入れりゃいいんだ。はいということでね、1個おまけして、つけときます。部品等はね、Amazon とかでね買えると思いますんでね。はいということで、はい、これが2番ですね。で、3番はこれにするかな。3番、K110 のアップグレード版ですね。サーボ3つと、キャノピーと、フレームですね、ちょっと出すのがあれなんですけどちょっとね、フレームとあと、サーボの押さえもあります。もうあの一式ね、入ってます。サーボ3つとフレームとね、もう本当一式、はい、これが3番になります。はい。で、4番目はその、K110 シリーズの QT ピニオンですね。これを2名様に。1個ずつね、2名様に、したいと思いますんでね。一応ね送るとき一応ネジロックもね別の袋にちょっと、入れてから固まらなければいいんですけどね多分空気が入れば固まらないと思うんで多分いけると思うんですけど、まあ、とりあえずね、ちょっと入れときます。でそれをね、爪楊枝かなんかでねモーターのねシャフトにちょんとつけてしてこれをねサクッと簡単に入るんでねスカスカなんで、一晩、動かさないようにね寝かしておいてください。そしたらねもう次の日からね、カチカチで、飛ばせますんで。でこれ2名様ね3番、12あちゃな4番か123これちょっと画面近いんでねあれなんですけど、ね、はい123の4番目。はい、じゃあ次5番目。これ、自分がね、制作した、オリジナルハーフボディ、これは M2 用ですね。
M2 用なんでね、これこういうふうにねプリントされるんですよ、縦にね。でどうしてもねここ下の方がこんな感じで何回もなっちゃうんでね、まあ、ちょっと素材もうこっちはもう切り落としてください、いらないところね。でこれとこれをね、くっつけます。今ついてるんですけどね、これちょっと触ったらねポロッとね剥げるんで、まあ送るときは剥げてるかもしれませんのでね、まあ、これをこう、瞬間つけてくっつけて、まあ固まったらもういいですけど、はい。でここにねネジ穴ついてますんでね、はい、これを、5番目ですね、はい、5番目のプレゼントになります。これをね、2名の方に、あげたいと思います。あまり多いとねちょっとね送料の方がね負担になってしまうんでね、はい、じゃあこれあで、あとその塗装するとねこんな形になりますんでね、塗装するとこんな形、あれがねさっきのねこんな感じになりますんでね、見せた方がいいかなと思います。で次、これ6番目ですね。これ M1 用の、ハーフボディになります。これもねプリンターしたてで本当はここねついてるんですけど、取ってきました。これはね、この辺がねちょっと折れやすいんでね最初、ちょっと、ここね今これもちょっと浮いてるからちょっと瞬間つけときますけど、ここがね結構一番弱いところなんでね、はい、でここはねちょっとくっついてるんですよ。なのでねちょっとねここまあ細かい刀じゃないカッターでねちょっとサクッと、もう送る前にしときます。はい、でこれはもう広げてもねまあまあ持つんでね、今ここちょっとつながってるけどね、まあ大丈夫だと思います。はい、でこのネジ穴もね1個ついてるんでね、はい、でこれがまああとでいいや、塗るとねこんな形になります。でちょっとね熱に弱いんでこんな風にねちょっと開いたりするんでね、こういった付属の分でねこううまいこと止めるとねこういうロックする形になりますんで、それ一応3箇所分ね一応入れておきます。ただちょっとつけるの面倒っちいんでねそのまま入れておきます。まあ、あとねこう開いてしまったやつはねちょっとドライヤーで炙るとね、柔らかくなるんでね、ただね近づけるとね結構ふにゃふにゃになってしまうんでね、結構30センチぐらい離して炙らないとね、まあ、すぐ柔らかくなるんで、はい、その辺気をつけてください。でこれから夏もねあれなんでね、車の中もね、車ちょっと窓開けて通気性よくしないとね大変なことになりますんでね、アジの開きみたいに広がっちゃうんでね、こう縦に置くとねもう本当椅子の下とかに隠す感じでしないと、はい、これが、このキャノピー、ハーフキャノピーがハーフボディか、6番目か、はい、6番目になります。はい、じゃあ次7番目、これもね、3D プリンターで作った、ね、なんだろうねシュワーザーだったっけの300だったような気もするんですけど、よくね言い間違えてね、もう一個なんか似てる名前があるんですよね。まあ名前は似てないけど形、まあ、ちょっと言いやすいっちゃ言いやすいんですけど、ね、それのねキャノピー、これまたこうつないでるんですけどね、実際はねここにね、キャノピー、このね110キャノピーのね、この頭側ここの前側にねこうつきますんでね、こっち側見せた方がいいかな、こんな感じでつきますんでね、はい、これもね2名様、さっきもこれも2名様で、これも全部2名様でね、計全部で6名様になりますけどね。でこれが、サポートになりますね、ここのねスキットのねとこに間この割れてるところをサクッとはめてあげて、手前もねして、この後ろここをねパチッと引っ掛ければいい感じにつきます。そしてねこれは3つの部品になって、まあ3つか4つとかね、まあ、キャノピー2つ入れると4つになっちゃうんだけどね、はい、これとあとこれ尾翼ですね、ちょっと変形の尾翼、これもね後ろ側にねこれをここにねパチッとはめ込むだけ、
ちょっとまあ緩い時はね、またちょっとドライヤーで破るか、もう瞬間で止めるかしてください。はい、こんな感じでね、なります。尾翼と、そしてキャノピーと。ちょっとこのキャノピーあれなんですけどね。はい、こういったやつも、一応これに、これもね、2名様にプリントしときます。結構プリントするのに時間かかるんでね、あれなんですけどね。はい、これをね、プリントするのに結構3、4回失敗してるので。はい、で、次。はい、これもね、自作品になります。K110 っていうかね、それぐらいやつの分の、テールローターですね。はい、このね、4枚ローターと3枚ローター、そして、何かのヘリ用の、ちょっともう名前すぐ忘れるんでね、ちょっと変形した形のね、2枚2枚と計、6枚入りのね、分で 3D プリンターのまま、発送します。これも、2名様がいいかな、3名様するか、うん、じゃあこれ3名様にします。3名様にね、プレゼントいたします。でこれはね、もう簡単にね、こうペロッとね、剥げるんでね、こう、この、もうこれちょっと今、今調整の分にちょっと使いたいんで外しますけどね、まあ、新しくプリントし直します。でね、一応 0.9 ミリのね、穴開けときますけど、たまに忘れるんでね、穴開いてないときはね、開けてから使ってください。開けないとね、多分ね、きついと思うんでね、こういうふうにね、取れますんでね。で、取ったらね、ちょっとこう裏側、ちょっとこの辺、ところどころ汚いんでね、ここも紙ペーパーかなんかでね、ちょっと、きれいにね、してするとね、ほんとわからないぐらいなんでね。ただ落ちるとね、墜落するっていうか、まあ、テールローターぶつけると結構折れやすいんでね、まあそんな感じのためにちょっとこんな感じで6枚セットになってます。はい、ということで、これが、これでね、すべての今回のね、第2回、プレゼント計画になりますんで、前、第1回の時にね、まあ、知ってる方はまあ知ってると思うんでね、あれなんですけど、まあ、新たにね、1000人の方に、説明しますと、キーワードをね、動画の中にね、1箇所、入れていきます。まあ、1日2回動画がね、アップしたらね、そのどちらかに入れときます。はい、で、どこに入れるかはまあ、まちまちなんでね。まあ、一応、ずっと見てたら分かるように、まあ、しますんでね。で、そのキーワードを最終日、要は募集期間に、そのキーワードと、キーワードと欲しい、プレゼント番号、まあ、名前でもいいです。名前でもいいです。キーワードと、欲しいプレゼント、応募ね、プレゼントの番号を、メールで、送ってください。で、まあもちろんね、キーワードが足りないとかね、違うキーワードが全く書かれてないとかね、そういうのはね、ちょっと一応除外させていただきます。あとね、あれもこれもってね、欲しいプレゼント書いたりね、まあ、同じ人が、2つのね、2つ以上の、プレゼントに応募するとかすると、もしバレた場合は除外させていただきます。やっぱしね、多くの方にね、当ててほしいんでね、でもし海外の方が当てた場合ですよね、海外の方が当てた場合は、送ります。まあ当てたんでね、もうそれはもう送らないといけないんで、もう海外の方が当てたとしても発送しますんでね、もう、まあ一応、まあ、安い便でね、なるべく安い便で、発送するんで、もしかするとね、追跡できない番号なしのね、発送方法になるかもしれませんけどね。とりあえず郵便局で一番安い発送方法でお願いしますと、伝えますんでね、
今までいろいろやったん、まあ、海外にもね発送したことあるんですけど、まあちょっと面倒っちゃ面倒なんでね、まあ、うちの行く郵便局がね駐車場3台しか止まらないんでね、昼になるとね本当あの止め場がないという、たまにねガランとしょん時あるんで、ね、その時に送りますんでね、結構大変なんですよ、はい、ということで、これからもね、動画いろいろとねためになる動画とか、まあ練習動画、いろいろとね、アップしていきたいと思います。まあ、もちろんね自分のね練習動画もちょいちょいと上げたり、まあ、依頼注文でね調整された機体をね、アップしたり等もね、していきたいと思いますんでね、こんな感じでもうあちらもね、今日フライトしたらもう遅れると思います。もうあちこちね、最初はあレックス700なんですけど、最初はあのメンテですね、メンテ依頼とあの H1 の、メインバッテリー動力バッテリーが少なくなったら、自動機関っていうね、設定をする予定だったんですけど、まあ一応ね、メンテでベアリング等を変えてました。で今度、それでね、まあ、一応、リンケージの方がねちょっと心配に なるということなんで、ちょっと見に行きましょうか。見に、ねこちら、リンケージがちょっと心配だったんでね、アップグレードで、こういったね可燃のあるやつをつけてます。でこれがねあのここのねスワッシュのシャフトの分ね2箇所ですか、ここはね2ミリだったんですよ。なのでねこれがね 2.5 ミリ用だったと思うんですけどね、スカスカでね使えなかったんで、ちょうどねこれ付属品がねここに入ってたんでね、ちょっとこれリンケージ逆さまついてるな、はい、そういうことでね、これシャフト変えています。一応ねもう結構この半分ぐらいは入ってるんで、まあ安全面は大丈夫ですけどね。でこちらはねこちらも、ね、細い2ミリなんで、こちらはちょっとこの長いリンケージがなかったんで一応そのままにしてます。長いね110ミリの、ね、リンゲージなんですけどね、それのね 2.5 はないんですよ、はい、それでねもう、まあ、ちょっとしょうがないんでやってます。 あとここあれだな、ネジ傷ついてるんでちょっとこれネジ後で交換しておきます。であとアップデートしたのがねこの、重いな、ギア下のねセカンドギアをスパイラルに変えてます。どうもね、なんか本当、レックスのね、部品がね、手に入らないんで、もうアップグレード、してます。で、このね、カウンターギアもね、一緒にね、アップグレードしてます。前、白いね、ギアだったんでね、下側もね、普通の縦のね、ギアだったんでね、これ一式、変えてます。で、あとはフロント周りはこんなもんかな。はい。でね、後ろのこのギア。こちらもね、白からねもう結構なんか風化っぽかったんでもうちょっと変えてます。でこのシャフトをね、変えてます。このシャフトを変えるとねこれがね前黒いやつついてたんですけどそれがね合わないっていうことでねこちらのね、マウント、テールローターのグリップ、要は大きいやつに、ね、変わってます。はい。どうもねこの先端普通ならね、このここだけの部分、このヨークかな、確か。その部分だけね、このシャフトがね、細いんですよ。それがね、まっすぐね、同じ太さで来てますんでね、ちょっと強化されてます。で、その代わりね、ここ、メタルだったんですけど、これ、付属のプラ使ってます。メタルの方がね、ちょっとここのね、ネジ、ここのね、ネジがね、これ付属じゃないんですけど、もうネジ専門店でね、買いました。普通ならね、ここ2ミリなんですけどね、ネジが。それはない、付属されてなかった、これはね、2.5 ミリなんで、付属され、なぜか付属されてなくてね、なので、一応、注文してね、つけてます。はい。で、これが、スラストベアリング
普通のベアリングの後にね、スラストベアリングが入っています。通常の分はね、スラストベアリング、だけだったんかな、確かそんな気がします。はい、で前の、ローターがね、なんかこうベアリング見えてたんですよ。なのでね、調べてみるとなんかどうもね、ちょっと変な付け方してたんで、ネジこのシャフトからねはみ出てベアリングが乗っかってる状態だったんでね、それをね変えようかなと思ったんですけども、ここのシャフト変えたらもう一気にもう一回り全部ねアッセンで変わってますんでね、変えてます。はい、であとはねここもね、ラダーリンケージもねここ、これも 2mm なんでリンケージが使えないんで、これなんだ 2mm 用もあんのかな、ちょっとこう段がついてるんだけど、とりあえず、まあ見てみようかな。でもあましねこれも結構、今どのくらい預かってるかな、結構ちょっと長いかな。まあ、前のね、前の依頼者の機体はもっと長かったんですけどね、こちらももう多分1ヶ月ちょっと、確かいつだったかな、1ヶ月ぐらいになるんじゃないかな、もう。はい、これ結構画角がちっちゃいんだよね。はい、それでね、一応変えてみます。はい、であとは一応まあ普通に H1 乗せてますけどね、まだちょっとこれ配線処理してないな、ちょっとバタバタしてんね。はい、とりあえずこれをね、今日飛ばしていって、一応 3D もちょっと、してほしいっていうことなんで、3D、まあ、ちょっと、まあ、危なくない程度のね 3D をしてみます。でキャノピーはねやっぱし落ちた時のこと考えるとねつけられないんでね、つけずに、今日持ってきてません。はい、ということで、あとはいいかな。うん、あと今27分ですね。まあ、いろいろと、まあ、国交省もねちょっといろいろとね、航空法か国交省関係なくはないけど、航空法にね、なんか動力のないやつはいいような感じで書いてたんでね、一応ちょっとハンドランチを今日持ってきたんですけどね、ただ持ってきただけなんでね、全く充電してないんで大丈夫かなと思いながら、多分バインド切れてると思うんでバインドもし直さないといけないけど、まあ、K110 のねバッテリーが多分扱えんかな、これ 300mm だな、結構ちっちゃいな、大きいとこが入らないんでね、そんな感じです。これサーマルに乗ったことはまだ一度もないんでね、スパン的にはどうだろう、 1m ぐらいかな、そんな気がする、結構ちっちゃい。これもねホビキンで買ったんでね、まあエルロン機じゃなくてラダー機になりますけどね、エレベーターとラダーだけどね。はい、で一応450持ってきました。これもねちょっと受信機今ついてないんでね、こっちこう現地でねつける予定です。今ここ束ねてますんでね、前外した時順番間違わないようにね、テープで束ねてます。はい、ということで以上、2000人、ありがとう企画が、開始されます。多分今日からもうこの動画から入れようか、この動画からね、入れますんでね、まだキーワード決めてないんでまだ後で考えます。はい、まあ第1回の方は分かると思うけど、今回同じキーワードは使わないようにしますんでね、先読みされやすいんでね結構。はい、そういうことで、また、3000人4000人と頑張っていきたいと思います。はい、では以上になります。